ども、あのニューサントリーファイブさんでレギュラーをいただいたおかげでこういう曲にもチャレンジすることができまして、新しいアルバムにこの曲も入ってます。それでは参ります。ルパン三世のテーマ、メインでございまして、まあ、そうですね、でもまあこういうバンが欲しい方もいらっしゃるので、はい、まあ、一応作ってますけど、はい、もうスマホなんかで音楽もうね、聞き放題なんかも登録していただけたら、収録でも16曲入ってますからね、はい、またスマホで聴いていただけるときに、はい、いつか来た日心の歌というね、誰がタイトルつけはったんですか、私がタイトルつけはい、
ありがとうございます。阿部のハルカスアート館、近鉄アート館でリサイタルされて、させていただきまして、はい、ありがとうございました。そこも同じメンバーで演奏して、はい、同じ司会者がおります。そう、司会者も同じで。照明が良かった。ねえ。その時に使った衣装、お衣装でございます。そうです。今日はその中の一着を拝見させていただきます。